マンハッタンの通りの一覧は、マンハッタン島を東西に走る数字名の通りの一覧である。主要な通りは、その詳細記事へのリンクが貼られている。それ以外の通りについては、この記事へ情報を記載する。これらの通りは、正確に、東西方向へ走っているわけではなく、ハドソン側とおよそ並行するように作られている。その東西方向は、西側が北へ、 約29度ずれている。これら町名と呼ばれる数字名の通りに沿って東西方向に走るバス、地下鉄などの交通はクロスタウントラフィックと呼ばれる。一般的に偶数番号の通りは東行きの一方通行となっており、奇数番号の通りは西行きの一方通行となっている。いくつかの例外の通りはこの逆向きの進行方向となっている。さらに、 14丁目、23丁目、34丁目、42丁目、57丁目、72丁目、79丁目、86丁目、96丁目、106丁目、116丁目、125丁目、135丁目、145丁目、155丁目は他の数字名の通りより広く作られており、東西両方向通行となっている。 これらの通りは8丁目より下の場合はブロードウェイを境に8丁目より上の場合は5番街を境に東西に分けられる。例えば10丁目の場合は5番街を境に東10丁目及び西10丁目となる。数字名の通りはイーストビレッジのイーストハウストンストリートのすぐ北の通りから1丁目が始まりそこから北へ向かって次の通りごとに 定番号が一ずつ増えていく。しかし、その西方向のグリニッビレッジへは、数字名の通りはあまり延長していない。これは、その地域の通りは1811年委員会計画によって、策定された区画計画の時点で、すでに存在していたためである。グリニッビレッジへと延伸している、数字名の通りも、グリニッビレッジに入るとハドソン側に到達する前に、方向を変える。 14丁目から上の通りは完全にマンハッタン島を東西に貫いている。マンハッタン島で最も高い数字の通りは220丁目であるがブロンクスクへ入ってもその数字は継続されて263丁目まで行く。左がハウストンストリートとペレツスクへ右が1丁目東1丁目はイーストハウストンストリートのすぐ北のアベニュー A の地点から始まりバーディーまで続く。 ペレッツスクエアは小さな三角形の公園でハウストンストリートと一丁目と一番街が交差してできた隙間にある。東二丁目から五丁目と七丁目の東端はアベニュー D であるが、東一丁目の東端はジ日のようにアベニュー A であり、東六丁目の東端は FDR ドライブに接続されている。1、2、5、6、七丁目の西端はバワリー。 三番街だが、三丁目は六番街まで、四丁目はウエストストリートまで、それぞれ西及び北へグリニッチビレッジまで伸びている。グレート、ジョンズストリートは東三丁目と西三丁目へ接続されている。東五丁目は三つに分断されている。一つ目はアベニュー D からアベニュー C、二つ目がアベニュー B からアベニュー A、そして三つ目が一番街から、 クーパースクエアの区間である。東6丁目の1番街と2番街の間には、多くのインド料理レストランが位置しており、カレーローと呼ばれている。通りの長さ8丁目及び9丁目は互いに平行に、走っており、アベニュー D から始まる。アベニュー B の地点のトンプキンススクエアによって、道が分断され、アベニュー A からまた道が始まり、6番街まで続く。西8丁目は、 地元の人間にとって重要なショッピングエリアである。アベニュエー A と3番街の間の8丁目はセントマークスプレイスと呼ばれるが、下の表には名前が変わった部分の長さも含まれている。M8 バスの路線はアベニュエー A と6番街の間の東は8丁目から西は9丁目まで運行している。通りの長さ10丁目はフランクリンディルーズベルト・イーストリバードライブから始まり、 11丁目及び12丁目はアベニュー C ーから始まる。6番街の西では、それらの道は約40度南へ曲がりグリニッチビレッジの区画の通りへと接続し、ハドソン側に面したウエストストリートまで続く。西4丁目は6番街で北へ曲がるので、この通りは10丁目、11丁目、12丁目及び13丁目とウエストビレッジで交差する。M8 バスは、 アベニュー D とアベニュー A の間で10丁目を両方向に運行している。そして、ウエストストリートと6番街の間が東端である。10丁目のウエストストリートからイースト側までの区間には東行きの自転車レーンがある。2009年、10丁目のアベニュー A からイースト側の間の両方向の部分が、自転車マークと自動車自転車共用道路表示が設置されたが、 それはまだ自転車専用車線とはなっていない。西10丁目はかつては EN、リチャード・エーモスの名前からエーモス・ストリートと呼ばれていた。13丁目は3つに分断されている。1つ目はアベニュー C からの行き止まりで、2つ目は行き止まりからアベニュー B の直前まで、そしてグリニッジ・アベニューを走る。そして3つ目は8番街から10番街の間である。通りの長さ十四丁目は、 マンハッタンの数字名の通りのメインストリートの一つである。それはアベニュー C から始まり、ウエストストリートで終わる。その長さは3 4トルである。またその通り沿いには地下鉄の駅が6つある、アベニュー A 及びアベニュー C からウエストストリートには M14AD バスが運行している。15丁目は FDR ドライブから始まり、16丁目は FDR ドライブとアベニュー C ーの間の真ん中の行き止まりから始まる。それらは共にアベニュー C ーで途切れ、次に一番街からウエストストリートまで続き、ユニオンスクエアで再び途切れる。16丁目はスタイフェサントスクエアでも一時途切れる。通りの長さ17丁目、18丁目及び19丁目の3つはすべて一番街から始まり11番街で終わる。18丁目には、 一つの地下鉄のローカル駅がある。これは IRT ブロードウェイ -7 番街線のサービスである。かつてパークアベニューサウスの交差点に IRT レキシントンアベニュー線の18丁目駅が存在した。19丁目の10番街から11番街の間の部分では進行方向が異なる。通りの長さ20丁目は FDR ドライブから始まり、21丁目及び22丁目は一番街から始まる。それらはすべて11番街で終わる。20丁目、21丁目及び22丁目の最後のブロックは通常の進行方向と逆向きになっている。通りの長さ23丁目は14丁目に並ぶ数字名の通りにおけるメインストリートである。 FDR ドライブから始まり11番街で終わる。その長さは 3.1km、1.9m である。この通りは両方向通行である。23丁目には5つの地下鉄のローカル駅がある。加えて M23 バスが23丁目沿いに走っている。24丁目及び25丁目は2つに分断されている。24丁目は1番街から始まり、25丁目は FDR ドライブから始まる。それらは共にマジソンスクエアパークがある、ためマジソンアベニューで途切れ、25丁目は5番街から11番街まで、24丁目は5番街から12番街まで続く。26丁目は切れ目がない。26丁目は FDR ドライブに到達して方向を変え、FDR ドライブと平行に30丁目まで続く。これらの通りには、 地下鉄の駅はない。24丁目の3番街とレキシントンアベニューの間にはイーストビレッジ、またはシティホール行きの M101、M102&M103 ルートのバス停が11番街と12番街の間には FDR ドライブ行きの M23 ルートのバス停がある。東27丁目のガーシュウィンホテル27丁目は2番街から。 ウエストサイドハイウェイまで走る西向き一方通行の通りである。27丁目は8番街から9番街と10番街の間までは途切れていて、2番街から8番街の区間と9番街マイナス10番街の間から12番街の区間に分断されている。この通りの特徴的な区間は10番街から11番街の間でナイトクラブやラウンジが集まっていることからクラブローと呼ばれている。 有名なナイトクラブは、マーキー、EN、バンガロー8、スージーオン、カイン、ゲストハウス、ピンクエレファント、アンドホームなどがある。近年では、西27丁目のナイトクラブは、同じマンハッタン内のクラブ密集地帯、ミートパッキングディストリクトや他のダウンタウンのエリアとの競争に押され気味である。十七丁目を、西から東へ向かうと、十番街と九番街の間に、 チェルシーパークがあり、8番街の角にはファッション工科大学が立地している。6番街と5番街の間でブロードウェイと交差し、5番街とマジソン街の間の区間はマジソンスクエアパークの1ブロック北であり、マジソン街とパーク街の間の南側には旧マリソンスクエアガーデン跡地に建てられたニューヨークライフビルがある。これは1928年に キャスギルバートによって設計された金箔が塗装されたピラミッド状の屋根を持つオフィスビルである。27丁目の東端は一番街の東側のベルビューホスピタルセンターである。通りの長さ3つの地下鉄のローカル駅、補足。31丁目はウエストストリートのウエストサイドヤードの地点から始まる。十二丁目はペンステーション及びマジソンスクエアガーデンの入り口から始まり。 5番街とブロードウェイの間のコリアタウンを貫くコリアウェイを含む。これらの通りの東端は共に2番街の30丁目から33丁目を占めているキップベータワーズ及び NYU メディカルセンター地点である。東58丁目はデザイナーズウェイとして知られる。セントラルパークサウスとしても知られる。セントラルパークノースとしても知られる。 数字名の通りのメインストリートのメインストリートの一つ。二つの地下鉄のローカル駅。一つの地下鉄のローカル駅。一つの地下鉄のターミナル駅。一つの地下鉄のローカル駅。一つの地下鉄のローカル駅。二つの路線が乗り入れる一つの地下鉄の駅。一つの地下鉄のローカル駅。一つの地下鉄のローカル駅。一つの地下鉄のローカル駅。 二つの地下鉄のローカル駅。一つの地下鉄のローカル駅。一つの地下鉄のローカル駅。ありがとうございます。